岡崎の主です。トレジャー画所に、クレクレパトラが追加されましたね。出現率アップとありますが、本当に、アップなの？なかなか貯めれてないけど、出るまでガシャレンしますか。楽しみでですね。これはまさか！バット坊や、久しぶりですね。力を感じるでミス。クレクレパトラは昨日のアニメにも登場してましたね。これはまさか。ゼロ沸かせ。クレクレパトラは SS ランクで出るかと思ってました。高評価なのでやっぱり特別なのかなと勝手に。力を感じるでミス。ほい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 。これはまさか。SS ランクでもよく出るイメージの織姫です。何が出ましたね。力を感じるでミス。こい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 。こい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 。力を感じるでミス。力を感じるでミス。力を感じるでミス。こい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 。力を感じるでミス。力を感じるでミス。うおっしゃー。力を感じるでミス。これはまさか。力を感じるでミス。力を感じるでミス。力を感じるでミス。こい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 。力を感じるでミス。力を感じるでミス。力を感じるでミス。
感じるでミス。猫二世、アニメでめっちゃ可愛かった。出演率アップ。確かに猫二世が2回も出てるので嘘じゃないですね。後で確認したら猫二世が出演率アップなだけで、クレクレパトラはただ追加ということでした。
力を感じるでミス。やっぱり100連ちょっとじゃダメでしたね。次の出現率アップ狙います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。